さあセクシーポーズも決まったところで東京2020オリンピックやっていきたいと思います。2020っていうところが好きなの知らないでしょう。ということで、にゃーちゃん、にゃがーちゃん、こんばんは、ありがとう、モンハンは。いや、ちょっとね、いろいろバタバタしてしまって、モンハン必ずやりますんで、アルバトリオンの前に一回。にゃがーちゃん、その時に手助けしてください。ちょっとね、時間も遅くなってしまったんで、東京2020オリンピックをやりたいと思います。前回がね金メダル1個も取れることがで、まあそんなね簡単に取れるもんって思ってるのがちょっとあれなんですけど、取れなかったので、ヘイヘイヘイファイター、オリンピック龍門を取っちゃってるかい、金メダル。アルバ来ちゃう、アルバっていつだっけ、今週。ちょっとね、でも本当に一回モンハンやっとかないと多分超ぐだると思うんですよね、操作が。そう、ちょっとね一回ボクシングさせてくださいよ、そんなにごちゃごちゃ言うならよ。こんばんは、ありがとう。9日、やべえじゃん、もう来るじゃん、やだ、もう来るじゃん。ちなみにね、ちょっと友達でダンスしてるやつがいるんですけど、そいつの家が若干ちっちゃなジムみたいになってて、1階がそこで俺ダンスして汗びっちょびちょかいて、でお風呂入ったんですよね。したらそいつん家に携帯忘れてもうバタバタだったのって知らないでしょ、そんなことがあったって。こんばんは、タフデント。なんでタフデント、リハビリ中。ちょっとねモンハンは火曜日やらせてください。なんとなく火曜日の空気が漂ってやがるということで、一回ボクシングをすることによって感を取り戻していこうと。ちなみに、これを買って初っ端金メダルを取りましたからね。お、決勝戦だ、ちょっと待って、いきなり決勝戦だ、大丈夫かなこれ。こんばんは、ありがとう。わちゃわちゃだったんだよ、宮川ちゃん。もうわちゃわちゃというかね、マジで焦った。あ、風呂入って、よし、じゃあちょっとなんやかんや準備しようかなと思ったら携帯ねえなと思って、あれってなってね、いろんなところを探しまくって。そんなことはさておいて、オーストラリアかなこの国旗は。あ、挨拶もありがとう。オーストラリアの人に、あ、もう筋肉のねつき方が違うのよ、あたいとは。ちょっと待って、操作覚えてるかな俺。Japan. 俺だけ俺だけちゃんとあれなんだね、かぶってるね。Round one. これ練習試合とかで、いた。あ、ちょっと待って、マジで、ちょっと待って、待って、思い出せない。レバーガジャでね、コントローラーがぶっ壊れるんじゃないかっていう。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、マジで、ちょっと待って、思い出せないぞ。あー、やばい、ちょっと待って。お風呂から上がったばっかりなのに、やばいね、もう2ダウン取ってますね、取られてますね。ちょっと待って、ここ
果たしてこれがボクシングなのかと言われたら、携帯ないのは焦るでしょう。ちょっと待って、これどこ、ガードガード、命拾いしたな、クソガキめ。ラウンド2、いて、ちょっと待って、こいつのポテンシャルが、隙がないんだけど。ちょっと待って待って待って、ちょっとガチャ押しな、ちょっと待って、ゲゲ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 ゲ、ちょっと待って、どうするどうする、いや、やめろボディ、やめろ、あーい、ちょっと待って、これ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 、ちょ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 、この必殺技さえいけば、あ、やばい、あ、でも意外と、あ、立たないといけないんだ、くそ、俺は何やってんだ、風呂上がりに、めちゃくちゃ強えじゃん。ちょっとここでこれすればいいんでしょ、どうせ。おら、あけぼの前から倒れるやつね。さあ金メダル取れるでしょうか。こいつのね、なんかワン、いやもう、このワンツー、ワンツーストレートみたいなのがめちゃくちゃ鍛え方が、ちょっと待って、クーラーガンガンにつけようかな。オッケーオッケーオッケー、いいよ、聞いて、あー、これ、大変、あー、これうめえのよ。ちょっと待って、ちょっと待って、危ない危ない。オッケー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 。力の差が。頼む。今ダウン数で言う。あ、やべえな。俺負けるなこれ。配信終わったらもう一回しよう。いやー、これはやばい。そう、ボクシングがね、意外と二度とやらないかもしれない。ただただ汗をかいただけだったね。ちょっと待ってくださいね、こんな除湿にしてられないわよ。このさ、もう電池切れかけてるのかさ、いいって言ってくれないの困るよね、クーラーの。なったのか分かんないよね、ピエンだね。まあ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 、俺の目標はね、とりあえずビーチバレーですからね。ビーチバレーで金メダルを取ることと、あとやってないのが何種目かあったんで、何種目かやる。これはやった個人メドレー、個人メドレー、ハンマー投げやってないですね。ハンマー投げやってみようかな。サッカーもやってないな。マハラジャみたいな。もう分かんなくて。それはちょっと分かんなかった。さあ、これはどう、ただ飛ばせばいいだけ。 L1、R1 を押し続けるとハンマーを握る。うわ、めんどくさそうって言ってしまいそうだった。 L1、R1 を押したまま右スティックで左回、
スローモーションになるまで離さない。ちょっと待って、ごめんなさい。スローモーションになって L1R1 を押したままにするハンマーがピンク色のエリアに来たらギリギリだね。大丈夫であろうか。良い4位以降になればいいんだね。4位以上か、大丈夫かな。全然意味わかんなかったけど、絶対負けねえこんなやつに。かわいい。Thank you. First try. ウルチャルチで反応です。え？ちょっと待って。おおおおおいけ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 。おおおど、は、どう？あ、わかったわかった。一番分かりやすいかもしれない。気まずいね、このベンチの姿を映されても。 67m、 ピンクが一番飛ぶのかな。集中して行くわよ。これは何？あ、ここでくるくる回すんだ。行け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 。ここダメ。いや、結構むずいな。あのスローモーションになってからめっちゃ難しい。タイミング大事なやつだね。ドキフシ、ムロフシ、下の名前は？ファイナルトライ。ムロフシを超える。いけ！いけいけいけ！ゴーダー！めっちゃむず、あれなんで逆に1回目いけたんだろう。気まずいね。あ、まあまあまあ、1回戦は余裕ってことかな。とりあえずど素人の集まりどもだからね。思いっきりそこにもうハンマー投げを練習してきたのに思いっきり金網にぶち当ててたね。これさ、この重りじゃなくても、なんていうの、その場でバーって回転してたらさ、気持ち悪くならないのかな。プロになんてこと言うんだろうね。あと投げた後のうわーみたいなのはどうせ一人変わんないのね。終わった後気まずいよね。なんか終わって何か一言みたいな、なんかあの間は何なんだろうね。結構難しいぞ。1回目が一番良かったんだけど、もう最悪ね、決勝まで、あ、73m、 じゃあさっきの記録じゃダメなんだね。記録がもし出なさそうだったらもうこのハンマーでゴツンすればいいのに。わあ強そう。二の腕が顔以上あるもんね。あと鼻が高い。ガシバナ。カメラ目線だぜ。いいしてやれ。手足が長けりゃいいってもんじゃない。これは何なんだろう。このこれがこれで俺の回転になってるんですかね。はっ！すごくない？隕石みたいになってたよ。おばちゃんが飛んできそう。もうこれでこれ誰も破れないでしょ、この記録。100m 超えてるからね、やる必要ないでしょ。あ、もう適当だよ、こんな逆回しにしちゃおうかななんつって。ほれほれ、あ、ほれ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 
あ、おいしょ。いいのよ、いいのよ、もう全然いい。休んできなさい。ここの間がない。多分誰もね、いや、もうこれやる必要ないでしょ。もうこれは何なんだろう。このトリンドリンは、あ、もうこれでいいのよ。あ、もう値にはもう決勝以外見えてないから、これは何なんでしょう、ね、おい、ヘアちゃん、お久しぶり。めっちゃ飛んだでしょ。こんばんは。今日ね、モンハンやろうと思ってたらバタバタしてしまってね、火曜日やるんで、もしよかったら爪を見る爪を見てんのかな、この投げた後って。あの間は何なんだろうね。なんかこう次の意気込みはとかいう、そういうのでもないし、一瞬映るあの間は何なんだろう。決勝戦 100m 出しましたからね。 100m 出せば勝てるんじゃないか。これでもいいのは、その必殺技みたいなのがないから、もう完全にリアルというか、何にもあれなしで。あ、もうだって84でしょ、1位が。余裕だね、これ。そんなね、ボールみたいな格好で遊びに来てんじゃないわよ、オリンピックに。値を見てごらんなさい、よろしく。やっぱどっしりしてますからね、安定感が違うよね。あと唐揚げばっかりおかずで作りそうなお母さん。いくぞ、いけ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 、ここ、あっ、どう、いや、やばいね、これダメだ。87だもんね。見るな、こっちを。やべえな。余裕だと思ってたら意外と、これは必要あんのかな、この。あ、いけない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 。こわっ、どうだ、どう、いや、やばい、やばい、さ、むしろなんでさっき 100m 出るんだ。爪を見る、やばい、やばいぞ。しかもこのままじゃ銅メダルも届かない。思い出して、修学旅行の枕投げの感覚。二度と打つな。リプレイも見たくないよ、ね、すごいあれだね、3位にもならなかったから何にもないまま入って終わりましたね。回転不足なのかな、エアちゃん。なんかでも途中でうわーみたいな感じになったよね。じゃ 100m 行ってビーチバレー、これがねめっちゃ惜しいとこまで行ったんですよね。記憶には残った記録じゃない、記憶に残る戦いをさせていただきました、ね、惜しいあ、でもあとちょいだったね。これもなんかいけそうだったのに、100m ね、
マチクソ難しいですからね、決勝戦になるまで。それまではね余裕なんですけど、記憶には残る。なんか4年前あいついたよねっていうインパクトはあるよね。あれちょっと待って、これ連打系だったかな、思い出せよ。バツ連打系だったかな。ごつい早そう。どっちなのかも分かんない、男性か女性かも。マジでいきます。マイレコード 9.6 ですからね、 100m。 バツ連打だったら、ちょっと待って、あ、で、ちょっと待って、何かで貯めれたね。ちょっと待って、あ、ごめん、あれ、な、何で貯めるんだ、おばちゃん、あれ、あれ、あ、これだ、これだ、え、あ、いけ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 、おら、9.622 いいですよ。確かこの数字だったら金メダル取れたはずだね。みんな12秒台とかでしょ。アリちゃんお久しぶり、こんばんは。このゲームね、あの連打系が多いからリアルに汗かきますね。ということで東京2020というゲームをやっております。こんばんは。早いでしょエアちゃん、伊達じゃないのよおばちゃんは。これでね、買うかって言われたら分からんかもしれないけど、友達家にあったらめっちゃ面白いみたいなゲームですね。マルチもできるので、ただね無駄に高いですね。4000円くらいしますからね。面白いですけどね。さあ、みんなあれをやったから、もうメンハンの、でもなんか増えてんのかな、増えてなかったらあれだなと思って、クエストがね。ここからね、ちょっとあれなんですよ、ちゃんとやらないと勝てない。タイミングよく、タイミングよくダッシュして連打して、信じろ、思い出せ。おら、今、いけ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 、8秒出してるよ。これは多分全人類勝てないんじゃないの。あんたらが俺結構足速いからねって言ってても、もうあたいの目の前じゃもう8秒だからね。ログインしてシェアをもらってる。お腹に目がいくでしょ、ドーピング疑惑。これはいけるね。あ、挨拶もありがとうね、無理なさらず。フェスは特に増えてないか。まあ、ギハピン程度にやろうかな。通常営業にも、あー、じゃあ今のうちにイベントフェスを終わらせた方が、終わらせるやつは終わらせた方がいいのか。いや、これいいかも。初の金メダルかもしれない。これね、一回ミスったんですよね。8秒は、てか全部ワールドレコードぐらいのやつを準決勝で出してるね。本番に弱いタイプだね。8秒台いないでしょう。あ、いる？いるのかな。頑張ります、金メダルお願いします、本当に息子のために。かわいいね、あたいが。ここ多分ちゃんとスタートダッシュ決まらんと
もう無理だ、勝つことは。頼む、本当に金メダル1個ぐらい、1個ぐらいください。1個ぐらいくださいってなんだ。セット。いやお願い、お願い。死ねえ、もうここにいた全員死ねばいいのに。うわ、キーヨーじゃ絶対さっきのだったら勝つさね。俺の本番の弱さ何？めちゃくそ早いじゃん周り。じゃあめっちゃタイミングする。前はスタートこけた気が。まあ言うてね、一回、あ、これもう楽なしな。なんだろうな、金メダル1個も持ってないのにすげえレコードをだ叩き出してるってわけわかんないです。ビリッケツもビリッケツだったね。あー、クライミング、このね、リレーが難しいんですよね。ちょっと一回リレーだけ挟んで、最後というかビーチバレー、これがもうタイトルにまでしちゃってるからね。どうした。いや、マジでしくじりましたね。なんで決勝でね、なんであたいはいつも、これがね、難しいんだよな。ちょっと待ってください、遊び方。このね、なんだろう、ただのダッシュとかじゃなくて、ピンクに合わせた状態で、あ、じゃあ、合わせた状態で、ずっと連打をキープしとかないといけないんですよ、このピンクのところに。キープしたままこのバトンを渡すときに、青と白が重なったときに方向キーというかスティックを倒す。これさ、俺100優勝できないと思うね。これは全然意味が分かんない。むしろ準決勝まで行かなかったもんな、我々のね、頼もしいチームメンバーがいるから。ルーキー、やっぱり記憶に残るダッシュ選手。他選手もスタートモーション焦ります。そうそうそう、焦るのよね。あるじゃん、こんばんは。でしょ、意外と難しいんですよね、急にマリオパーティーみたいなことをさせるからね。セット。ちょっと待てよ、リレーですからね。あーだー。ギリギリギリ、遅い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 からさ、もうちょい走って。ナイス、お、ナイス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 。ああ、お、誰、お前、お前誰。ちょっと待って、誰こいつ。知らないやつがいる。うわっ、いや、これめちゃめちゃ難しい。普通ね、なんだろう、予選の時ってわりかし1位とかになれるんですけど、点でならないですからね。ドンケツだったね。しかももうリレーを終わった選手が横に走ってましたね。見て、このもうリレーとは呼べないぐらいの、途中誰ってやつがいたけどね。誰やね、人数はすごいキャラいたね。ちなみに2番目に走ったのはね、APX に出てくる鍛えすぎたライフラインっていう感じで走りました。
この人は誰か分かんないけど、いや俺これ無理だな、毎回ダメなんですよねこれ。最初はもうダメだったもんね。決勝いける気がしないんですけれども、違うんすよ、バレーを見てほしい。本当にね、本当に面白いですよ。むしろもうこのバレーをするために買ってもいいんじゃないかって思うぐらい。バレーと卓球とね、バスケもまあまあ面白いかなって感じですね。このバレーがめちゃめちゃ面白い。すっごい手を振ってるけど、ビリ、どこからあいつの余裕が出てきたんだろうねあんなに堂々としたビリはいないですよね。まあ言えばマリオテニスっつっても分かんないかな。まあよくあるテニスゲームみたいな感じなんですけど、めっちゃ面白いですよねこれ。ちなみにあのね、おばちゃんがいろいろはみ出そうになってるけど、そこは気にしないでいただけたら、セクシーショットなので。スタート。いくよ。フップ。オッケーオッケーオッケー。ああ。いかん、これ 5点マッチなんですよね。お前が鳥居の、値がトスシーのここをやり、オッケー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 。最初はね、最初はちょっと勝たせていただかないと。ナイス、ナイスレシーブ、オッケーからのここらへん、ナイス、オッケー、ジジジジ、ナイス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 、いいですよ。先に5点取ったら勝ち。どうくる、どうくる、いいよいいよ、あはははは、いけない、じじじじ、ここ、あ、オッケー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 、素晴らしい。でも反射神経を鍛える、この跳躍力、ケツがね、もうはみ出てんのよ、おばちゃん。ゾウみたいなのよ、もう。おばちゃん、ゾウみたいなね、ケツしてるからね。ここ、あっ、ナイス、おわー、そっちゃん、オッケー、オッケー、あ、どっちが、いや、いけ、いナイス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 、あたいが取って、あんたがやりの、ここ、オッケー、まあまあまあ序章。おお、デオスじゃん、お久しぶり、こんばんは。モンハンやると思ってたのに、ナイス、まさか俺がビーチバレーをしてるとは思いもしない。おばちゃんはね、本当ママさんバレーで鍛えましたけどね、あたいを撮れ、後ろのカメラマンも。ゾウみたいな相方の銀行員が何回でしょ、銀行員39キロなんですけど、ものすごいサーブを打ってくれるんですよね。ただこっからがね、やっぱね、敵がちょっと強くなってくるんですよ。決勝はもちろんのこと、パチパチありがとう、ネオちゃんありがとう。火曜日モンハンするから助けてくださいいきなりだけど、もうちょっとしたらあれが来るね、アルバが。やりましょう、また。
昔のあれぐらいだったらいいのにね。ライトニング、なんだっけ、名前が出てこない。ジャパン FF のルーキー、初っ端出た時の FF のあの敵みたいな強さだったら楽しそうな。ほっ、よくないからの、ここブラジルの人かな。おお、危ない、ナイス、拾うのよねこやつら、危ない、おじちゃん、あー惜しい。そこはもうジジイも後ろに下がらんと、足短いですからね、おばちゃんだったら。やめちゃったわ。え？やめちゃったの？ PS やめちゃった。あ、PS プラスをやめちゃったってこと。ルース戻っておいて、銀行員のブロック。そう、銀行員のほっぺにね、おばちゃんのキスマークがあるんですよね。夫婦ですから。ここだね。いや難しいな、なんか結構ね場所を変えても取るんだよな。どこがいいんだ。おじちゃん、じじい、ナイスナイスナイス、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、ジジイからのここやる、オッケー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 。いや、なんかね奥深いんですよね、俺が言うのもなんだけど。全然奥深くなさそうなやつが言ってるけどね、いけないかもしれない。やめろこのなんかジャマイカンな音楽で。こう来て、こう来て、ここ、あーうまっ。いや今のどう反応すればいいんだよ。いやもうあれあれ無理じゃないですか、どうやっても。ナイス、ジジイ強いんですよね意外と。あお、拾っていく、どう？どう？オッケー。ここ。オッケー。いや強い、準決勝から強いな。相当うまいですね。ネオスちゃんの甲冑ね。あの甲冑のためにワールドがあるようなもん。ナイス。どう来る、どう来る、ナイス、よう拾った、いける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 、ここオッケー。ごめんなさいね、あのこのビーチバレーの時はガチなんで、まあ、他もガチなんですけど、決勝で、ね、金メダルを取ることだけを夢見てこの1週間頑張ってきました。皆さんどういう1週間を過ごしましたか。ナイス、あ、ジジイ走れ、ナイス、ジジイ。ジジイマッチポイント、やばいぞ、マッチポイントだ、ちょっと待って、やばいやばいやばい、勝たないと、これは勝たないと、さすがにさすがにやばいぞ、これこれ、トロトロトロ、オッケーオッケーオッケー、頼む、ジジイ、ジジイ、オッケーオッケーオッケー、いいっすいいっす、ごめんなさいねうるさくて。スペシャル技がある、ダブルジジイ、
オッケーオッケー、分かった、あれだ、この男狙いだな、この男結構ハレイズだ。あんなん予測できねえよ。俺多分仕事なかったらずっとやってるかもしれない、このビーチバレーぐらいね、面白い。この男側にしようぜ、銀行員。オッケーオッケーオッケー、こいつはもうオッケー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 、意外といい試合よ。あと1点俺が取れば、どうする、ごめんね、コメント全く読めないんですけど、男側、オッケーオッケー、もう分かりましたね。なめんじゃないわよ、ママさんバレー、こっちは30年やってんだよ。うるさくないです、頑張れりっちゃん、ありがとう。入ってきたら叫び声でした。しゅんちゃんこんばんは、ありがとう。火曜日モンハンします。うるせえか、さっきから。火曜日、あでもは、え、火曜日じゃねえ方がいいのかな、8日9日がアルバですね。まあ、ということでやっと来ましたね、決勝戦、みんなで行こうぜ甲子園。ちょっとお茶飲もう。このね、今準決勝でこんな感じでしょう、決勝がめっちゃ強いんですけど、いい試合だったんですよね前。皆さんもありがとう。一回アルバが来るまでやらないと。やるやる、それはマジでやる。ぶっつけ本番アルバは死んじゃう気がするな。今日こそ金メダル。決勝であいつ黙ってる。もうね、なんだろうな、ほぼブロックされるんですよ。それでもね、いい試合だったんだよね前、あと1点とかだったんだよね。ここはどこだろう、全然わかんない、何の国旗だろうね。ポジションチェンジした方がいいかな、ちょっと銀行員に代わってアジャイで行こう。モンハン久しぶりのプレイしたら操作ひどかった。いや俺もね、多分相当やばいと思う、手をかけたところありますね。ソウルじゃん、あとちょいだったんだよね。フェルナントバグアンドエラーだし、あ、そうなの、なんか普通に面白そうだけどね。仕上がってるね、アジャイ。チェコ、チェコ、ジーニアス、ちょっとかな、違うかな、なんて発音するんだろう。ジャパン、ルーキー、勝利の栄光、ジュミスタート。ハンマユージローみてえなやつが前にいるね。ペダン、相方狙いだね、相方狙い。オブナ、いきなりここ、オッケー、相方狙いですな、これ。いける？いけないよ、それは！ちょっと待って！おい！それは、カバーできませんぜ。オッケーオッケー、やっぱ相方だな。相方の方に行けばいい。仕上がってるね。割と、腹と目線が腹立つ。飛ぶからね、おばちゃん。あじゃ、ナイスレシーブ。ああ、早っ。
やばいかもしれない。一緒に頑張ってきてるじゃない、頑張ろう、お願い。やばい、それはで俺こっち、オッケー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 、行こう。これは何、この待ち時間は何。オッケー、俺俺これこれこれ行くわ。オッケーオッケーオッケー、やっぱりね、多分この女の人、敵の女の人はうまいけど、相方がポンコツだと思う。多分。オッケー。アジャイからのここ。おお、うまい。ナイスナイス、いいよ。アジャイ、よう決めてくれた。ナイス相方ポンコツ説でしょ、うん、多分ね。オッケーオッケーオッケー、今のうち体勢崩してる、今のうちにオッケー。キャラの相方側、相方側、ほらもうポンコツだもん。ああ、もうあらあら、あたいらは誰と戦ってたんだい。よいしょ、おい頑張れや、嬉しくねえよ、なんかまあ金取りましたね。この相方がポンコツだったね。初めて自分で自分を褒めたいと思います。ナイス、ありがとうございます。強敵は準決勝でした。作戦勝ち、なんかそこはちょっと頑張ってほしかったですよね。相方狙いっていうのはね、ちょっと最後にもう一回だけリレーして終わろうかな。リレーリベートね、今日なんかめっちゃ惜しいのが、あー、これは次に取っとくか。あー、これもこれも難しいんですよね、水泳も全く意味が分かんなくてね。パチパチ、ありがとう。てっぺん取った、取ったね意外と取れましたね。ただね、あたいもマーメイドになりたい部分があって、おばちゃんの水着ね、ちょっとセクシーなんで、よかったら男性諸君はそれをお楽しみにしていただいてもいいんではないでしょうか。温泉卓球、卓球も面白いもんな。真ん中にアザラシね。People's Republic of China. Ho. アザラシじゃねえかよ。ババア。これどうするんだったっけ。あれ？ Take your marks. Go! これが、あー、これが分からんだよ。これこの音ゲーみたいなのが、ほい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 、ターン。これ分からん。からのほい。あ、ちょっと待って、待って、これで、これで。難しい、これ
らで見るな値を。これなのよ、このね、これが早いかどうかも分からんんですよね、俺には。腹立つ。いや、これりっちゃんね、なんかね、連打して音ゲーやって連打してみたいな、なんかこうささふささふっていう、これがねめちゃめちゃ難しいんですよ。これでも金メダルを取って気持ちよく明日を迎えたいなと思います。セミファイナル、こっからだよね、準決勝。今のどうなんだ、 50m、 あ違う、 100m か、まあ、皆さんなかなか どうですか、水泳とかされてます？そういう環境があんまりないからな。 100m 50秒だったよね、さっきね。早いのかな。あ、オリンピックレコードが47。あ、ちょっと、まあそこそこ早いんだね。サウジアラビア、15年ぐらい行ってない。水泳なかなかないよね。でもすごく楽しいんですけどね。海とか俺ずっと泳いでられるもんね。本当冗談抜きでね、6時間くらい泳いでたことありますからね。好きすぎて無人島に行ってね。 Take your marks. これか。うわー、やばい、あきらめ、あっ、はっ、よっ、はっ、よっ、ほっ、はっ、ほ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 っ、からのダーンはどう、こっから連打してーの、ほっ、はっ、よっ、はっ、よっ、はっ、よっ、はっ、ほい、あ、いける、これで、これで、これで、いける、いける、いける、あー、やばい、やばい。じゃねえし、急に難しいんですよ、なんかやめてくれもう。急にこう連打だけすればいいのかなと思った、急にハッホッハッホが来るからね。あ、藤子ちゃんもこんばんは。水分なくなりそう、もうちょっと、もうなんかもう一個ね、ビーチバレーで金メダル取ったから、挨拶もありがとう、皆さんもありがとうございます。アルバトリオン楽しみですね。ずーっとね、マジ今日モンハン本当にしたかったんですけど、どうすっかな、ちょっと待てよ、最後一個テニス、あんま、あ、これもやばかったね、走り幅跳びも、ロングジャンプ、 ありがとう、こんばんは。自由形バタフライとかあるの、あ、どうなんだろう。え、水泳やりてえな、一番あれ楽にダイエットできますよね、まあ、環境があればだけど、ただ泳ぐだけで、気持ちよく泳ぐだけで相当な負荷がかかるからないよね。まあまあ、こう完備してるところもあるだろうけど、これがね難しかったんですよ、さっきの水泳の陸上版というかね。この締まりきった体を見てごらんなさいよ。あ、ちょっと待って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 、覚えてない、全然覚えてないぞ。バツ連打で加速、オッケーオッケー、バツ連打で加速で、ギリギリでジャンプ、あ、ちょっと待って待って待って、まだ言ってない、ホーン、これ、あ、え、ダメなの、ちゃんと
ちゃんと説明して。俺なんかあの適当にファーってか風ぐらいの感覚でファーって聞いたから全然分かってないんですよね。ダメなのね。ちょっと待って、待って違う、説明がない。思い出せ。合コン。どう？ 6.867。 いやもうね、正直言うとこれが限界っすよ、値には。はるかにね、確か決勝7メーターとかだったもんね。あ、来た。ご唱和ください。いいよ、観客が一つに。逆にいけいけいけ、ババーめっちゃ反則してんじゃん。これがね、これちょっと誰かにやってほしいかもしれない。めちゃめちゃ難しいですからね、本当に。なんか分かってほしい、これ。オーバー、あ、天気ありがとう。いいんじゃない、少しつま先が出てたね。手拍子からのブー、これめっちゃ難、なんかギリギリで飛ぶのと、その角度も合わさないといけないっていう。でも準決勝まで行きましたな。ありがとうね、敵も。ぜひ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録も。でも1、ただこっからなのよ。決勝まで行ってたのかな、確か4位以上。俺の記録がさっき 7.250、 7.405 とかだから、もう飛びそうだなこいつ。ダニラバ飛ばそうだって。飛びそうだね。ありがとうよ藤子ちゃん、敵スタート。いけいけ、風のごとく。ここでどうよ。違うのよ。ちょっと角度がめっちゃ、ちょっと待って、ガチでやろう。ちょっとなんかあれがついてたわ。いやちょっとやべえな。落ち着いて。これさ、やべえな、ちょっとやばい、全然ダメだよこれさ。よくわかんないのが、その線のギリギリなのか線の中まではいいのかがわかんないですよね。角度がめっちゃ難しい。連打しながら、あ、ご唱和ください。会場が一つになったよ。あとはおばちゃんのタイミング。手拍子がうるさい。どう？手拍子弱いやんけ。おばちゃん。いやこれがね、もう話にならないんですよ、おばちゃんが。まあ俺なんですけど、手拍子が最終的に邪魔になってくるやつよね。線の中に足先が入ってないといけない。おい、エアちゃんもありがとう。手拍子してくれて。くそー、どれかね、ちょっと金メダル取ったんですけど、さっきのじゃないんだよな。なんかこう本当に努力して
これでもう終わりにしよう。もうこれ気持ちよく金メダル取って、前回はねこの障害物をなぎ倒していったんですけど、今回もうマジで、ただこれも連打しながら意識しないといけない系なんですよね。本気でいこう。赤ちゃん見してやれ。前回も言ったけど、いろんなね障害があったと思う、生きていく中でそれを乗り越えてきましたから。飛びましょう。On your marks. そう言われてから気づいたけど、ケツが光るんですよね。金これ取って終わりますわ。東洋のブルトーさ、お尻に力が入ってたね。めっちゃ前タイミング難しかったのに結構いけましたね。俺これいけるかもしれない。めっちゃ光ったでしょ、お尻のね、あの古本門のところにこう光が集まってくるんですよ。どういうあれなのかわかんないけど、りっちゃん注目してて、光るのちゃんとね、なんて言うんだろう、ビタでお尻の光がビタになった瞬間に走れたらめっちゃ早くスタートダッシュできるんですけど、さっきのはダメだったのかな。あとで見せてもらえるかな。お尻スキンもこれには興奮してきたかい。お尻スキンも一番疲れるかもしれない。あとで金メダル取った、ああ了解了解、金メダル取れた。意外とね、なんか微妙なやつ取ってるんですよね。微妙ではないけど、なんかボクシングとか金メダル取ってるんだけど、たまたまねうまくいったんですけど。さあ決勝戦、障害がね多ければ多いほど恋は燃え上がる。おばちゃんはどうだと思う。実家に帰らせてもらうよ。髪を切れ。泣いても笑ってもこれが最後。勝て、勝ち続けるんだ。お尻を光らせて、お尻を光らせてビタの時に行かないといけない。お尻を光らせてビタの時。セッ
おおおばちゃんおばちゃんおばちゃん、どこまで、ああおばちゃんに対してとこの競技に対してもう一気に冷めたよ今んで。なんでこうさっきから決勝になると弱いんでしょうね。結構ね、あの本番に強いタイプなのにここ一番の時にやっちゃったね。腹立つわ隣のやつ。さあということで、今日取れたのは、バスケはね、バスケビーチバレー今日取れましたね。バスケと、これはテニスな、面白いんだけどな、長いんですよね意外と。ボクシングも1個取ってるんで、まあまあこれ配信外で初めてちょっとやってみようと思って、柔道、ボクシング、ビーチバレー、バスケは取ってますね。正面から見た飛び方笑ってくるし、一人によかったね。あ、どうすっかな、まあまあまあテニス、どうしよう、時間的にね、ちょうどいいんですよね、この俺がね好きなのはちょうどいいんですよ、やりながら軽く始めて軽く終われるみたいなね。ハンマー投げもな、ほらオリンピックコードになってるからね、俺のレコード見て、今日叩き出したんですけど 104m 吹っ飛ばしたんですよ、ハンマー投げなのに。優勝してないからね、銅メダルさえ取ってないですからそれだってオンライン上で俺が叩き出したってことですからね、ここに出てるってことは確かね。多分抜けないんじゃないかな。配信見ながらこんなに笑ったの初めてかも。ああよかった、そんな言っていただいて。あ、これも 100m のマイレコード、これも俺が今日叩き出したのに銅メダルも取ってないっていうね、謎の、いろいろね。いやーどうしようかな、もう一個やったほうやる、どうしよう、ちょっとじゃあ一回最後に卓球やっていいですか。どういうことなのってね全世界中で俺がボーンって叩き出したのが2個あるのに優勝してないっていうね。これあれどうなんだろうな、なんかその有名な選手と戦えるらしいんですよ、吉田沙保里選手とか。あれこれいきなり決勝のやつ、あ、いきなり決勝のやつだ。もうこれ金メダル取って終わろう、気持ちよく終わろう。その行動を決勝で出してほしい、絶対準決勝で出すやつだよね。いきなりいいですね、決勝戦から。しかも韓国、コリアは韓国だよね、キムカッファンがいるところだがRepublic of Korea. 韓国が強いもんな。温泉卓球の力見せて。Start. 思い出して。ちょっと待って。あれ？あ、こっちか。うん、おおや！ちょっと待って、やばい、覚えてないぞ。起きた。
あれこれ7ポイントマッチ、7ポイント取ればいいのか。早いんだよ、値の方が。 Wi-Fi みたいな動きできるから。早い。ちょっと待って、違うじゃないですか。違うじゃないですか、それは。OKOKOK、もうこの、返して、もう2回目でポスンいこう。2回目ポスンでいこう。早い早いですけど。オッケー、いいよ。顔がムカつくもん、相手の。あれ、これよ。これを忘れないで、もうポン来たらソン、ポン来たらソンでいこう。ポン来てソン。はい。やっぱね。こういう系得意なのよ。伊達にしゃもじを持ってねえぜって言うてよ。このね、ポン来てソンがめちゃくそ早いんですよ、多分。見えないもんね。蚊みたいな動きしてるもん。ママでも金、パパでも銅。さあ、ということで、ナイス。動き早くてびっくりでしょ、ビッチャー。ということで、ビーチバレーと卓球で金メダルを取ることができましたね。俺はね、リレーと100メートル走か。またちょっとリベンジしたいと思います。ナイス、ありがとう。パパはどうなの？おばちゃんでも金。ルーちゃんもありがとう。ということで今日はここまでにしたいと思います。明日またラストバス2の続きを順次から乗りたいと思いますので、よろしければお付き合いください。めっちゃ面白かった、ありがとう。ということで明日からまた1週間頑張りましょう。暑くなるみたいですからね。ありがとう、短いけど濃い時間。ありがとう、藤子ちゃんもしゅんちゃんもりっちゃんもありがとうね。またもしモンハン Apex もちょっとね、また頑張りますので、よかったら一緒にやりましょう。ゆうちゃんもエアちゃんもありがとう。久々に話せてよかったです。ミリセンの方もありがとうございました。おやすみなさい、いい夢を。瞳を閉じれば、おやすみなさい。